無意識の世界について知り、無意識をコントロールできるようになれば運気をコントロールすることができます。はい、こんにちは。シンプリーライフの大野です。あなたは自分が無意識にしていることを意識することができますか？無意識にしてるんだからそれを意識するなんて無理でしょう。全くその通りなのですが、実はその無意識の思考や習慣があなたの人生をコントロールしています。あなたが普段何気なく使っている言葉、知らないうちにしている習慣、心の中で無意識にしている思考、あなたが知らない世界があなた自身の中にあって、その世界に共鳴するものが現実に引き寄せられています。今回は田坂博史さんの運気を磨くを参考に、無意識の世界についての知識を学び、良い運気を引き寄せる方法について解説していきたいと思います。このチャンネルでは書籍を参考に豊かな人生を築いていくための知識をまとめていきますので、よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。本書が伝えようとしていることをざっくり言うと、良い運気を引き寄せるには無意識をポジティブな想念で満たす必要があるということです。そんなの当たり前のことじゃんというご指摘が飛んできそうですが、でもなぜ無意識をポジティブな想念で満たすことが良い運気を引き寄せることにつながるのかについて理論的に解説できる人は少ないと思います。まず、人生において良い運気を引き寄せるために必ず理解しておかなければならないのは、私たちの心の状態がその心と共鳴するものを引き寄せるという法則だと田坂さんは言います。欧米などでは引き寄せの法則として語られ、日本においても昔から類は友を呼ぶということわざが語られ、仏教においても目の前にある世界は自分の心が現れたものに他ならないということを意味する三害唯心諸言という言葉が語られているそうです。これを理解するためには、まずは私たちの心の中の5つの世界、1、個人的な意識の世界、2、集合的な意識の世界、3、個人的な無意識の世界、4、集合的な無意識の世界、5、超時空的な無意識の世界について知り、その中でも特に重要な3の個人的な無意識の世界イコール心の深層の世界の働きを理解しておく必要があります。それではここからは目に見えない運気というものを軸として、ポイント1、表面意識と運気の関係、ポイント2、個人的無意識と運気の関係、ポイント3、無意識をポジティブにする時の注意点の3つのポイントに沿って学んでいきます。それでは行ってみましょう。ポイント1、表面意識と運気の関係。運気と大きく関係しているのは無意識の世界の方なのですが、良くも悪くも運気を引き寄せる現象は表面意識でも起こります。3つの事例を参考に表面意識で起こる現象について見ていきましょう。1つ目は、表面意識がネガティブな想念で満たされていると私たちは本来持っている力を発揮できなくなるという現象です。不安、恐怖、不満、怒り、嫌悪や憎悪などネガティブな感情を心に抱いていると、仕事に集中できずミスをしたり、効率が悪かったり、新しいアイデアが思い浮かばないといったことが起こりますよね。そう言われると当たり前のことではあるのですが、ネガティブな感情のせいで本来の力が発揮できず、トラブルが発生したりして、結果運気が下がっていると感じると思います。逆に表面意識の世界がポジティブで満たされていれば、安心、希望、満足、感謝、好意、愛情といった感情を持ち、ネガティブで満たされている時とは真逆の結果が引き寄せられます。この場合、あなたは本来の力を十分に発揮し、結果的に運気が上がっていると捉えるはずです。2つ目は、表面意識がネガティブだと自然とネガティブな言葉が口から出てきてしまい、周りの人を遠ざけてしまう現象です。あなたの職場に愚痴の多い人はいませんか？そういう人の周りにはどんな人が集まっているでしょうか？そうなんです。愚痴の多い人の周りには愚痴の多い人が集まり、不満を語る人の周りには不満を語る人が集まります。不安を語り続ける人、恨みつらみを語り続ける人の周りからは、ポジティブな人は自然に距離を置くようになり、良い人間関係を築けなくなり、結果的に人生でも仕事でもトラブルが起こりやすくなる。反対に、ポジティブな人はポジティブな人を引き寄せます。あなたの職場にもそういうタイプの人がいるのではないでしょうか。そして3つ目は、人間同士のコミュニケーションの8割はノンバーバル、つまり非言語だという事実です。コミュニケーションにおいては、言葉で伝わるメッセージよりも眼差しや目つき、表情や面構え、仕草や身振り、空気や雰囲気といった言葉以外で伝わるメッセージが大半です。だから口に出していなくても、頭の中に不安や不満や怒りなどの言葉を持っている場合、ネガティブな想念が周囲の人に伝わってしまいます。あの人はなんか冷たい感じがするとか、あの人はいつも怒っている感じがするとか、
あなたにもそんな風に感じた経験があるのではないでしょうか。言葉に出していなくても表面意識の世界でネガティブな想念を持っているだけで、ポジティブな人は離れていき、ネガティブな人が引き寄せられ、それと一緒に問題やトラブルを引き寄せることになります。表面意識とはあなたが意識することができている個人的な意識の世界のことであり、無意識の世界ほどではありませんが、あなたの運気に影響を与えているということです。ポイント2、個人的無意識と運気。表面意識においてもネガティブな想念が良い運気を遠ざけて悪い運気を引き寄せてしまうことがお分かりいただけたかと思います。ここで私は愚痴も不安も言葉にしてないし、心の中でネガティブな考えを持ってはいないけど、悪い運気ばかりが引き寄せられている気がすると思った方もいらっしゃるかと思います。そうなんです。表面意識の世界だけでは説明できない良い運気悪い運気は存在します。それは人間の表面意識の奥深くにある個人的な無意識の世界の影響。人間の心の奥深くにある無意識の世界についてはフロイト、ユング、アドラーを代表する心理学研究者たちによって深く研究されてきました。その中で共通に語られている3つのことを要約すると、 ① 無意識の世界の状態は私たちの表面意識の世界からは明確に自覚できない。 ② 無意識の世界は私たちの表面意識の世界に大きな影響を与えている。 ③ 無意識の世界を意識的に変えることは容易ではない。なぜ無意識が運気に影響を与えるのか。本書で紹介されているのは無意識の中にある自己懲罰意識です。表面意識では幸せな結婚がしたいと願いながら、いつも相性の悪い相手と巡り合い、不幸な結婚生活と離婚を繰り返す人が実際にいます。なぜこんなことが起こってしまうのかというと、例えばあなたの過去の人生において自分を責めざるを得ない出来事があった時、それが強いトラウマとなって無意識の世界にへばりついています。そしてそれがこんな自分は幸せになってはいけないという自己懲罰意識につながり、無意識に自分の人生の選択や行動を支配するという流れが起こります。このように悪い運気とはあなたの無意識の世界にこびりついているネガティブな想念があなたの選択や行動を支配してしまっているために起こる現象とも言えるのです。表面意識の世界では幸せになりたいというポジティブな願いを持っているのに、なぜか不幸を引き寄せてしまうのは無意識の世界がネガティブな想念に支配されていることが原因。ここで重要なのは、あなたが人と接するときに表面的に表している姿イコール表面意識の人格と、心の奥深くに潜む姿イコール無意識の人格は対極の姿であることさえ珍しくないということを自覚することです。普段は物静かでか細い女性が極限的な状況において強い人格を表したり、いつもは絶対に勝つと強気な言葉を発している強気なリーダーが、がんの宣告を受けたその瞬間に弱々しい人格が姿を現すことも決して珍しくないと田坂さんは言っています。無意識の世界の方が表面意識の世界よりも強力です。表面意識の世界にどれだけ強いポジティブな想念があっても、無意識の世界がネガティブだとネガティブなものを引き寄せ、ポジティブなものを遠ざけてしまいます。ポイント3、無意識をポジティブにする時の注意点。ここまでのことを振り返ってみましょう。ポイント1は、私たちの言葉や心の状態がそれと共鳴するものを引き寄せる。つまりネガティブな状態なら悪い運気を引き寄せるし、ポジティブな状態なら良い運気を引き寄せるという話でした。ポイント2は、表面意識ではポジティブな願いを持っていても、その奥深くにある無意識の世界にネガティブな想念がへばりついていると、それに支配されてしまい悪い運気を引き寄せてしまうという話でした。つまり良い運気を引き寄せるには無意識の世界をポジティブな想念で満たせばいいということが解明されました。ですが、この無意識の世界をポジティブな想念で満たすことは、言うのは簡単ですが実行するのは極めて難しいことだと田坂さんは言います。本書では無意識の世界をポジティブな想念で満たすための3つの技法。 ① 無意識のネガティブな想念を浄化していく技法。 ② 人生でのネガティブな体験を要点していく技法。 ③ 究極のポジティブな人生観を体得していく技法が理論的かつ具体的に書かれています。ここまで学んできて本気で無意識の世界をポジティブで満たしたいと思った方は、ぜひ本書を購入して実践していきましょう。概要欄に本のリンクを貼っておきますね。ここでは無意識をポジティブにする時の注意点について触れておきたいと思います。
もしかしたらあなたは表面意識をポジティブにすれば、それが無意識の世界にも浸透して良い運気を引き寄せるという話を本やテレビで聞いたことがあるかもしれません。しかしこれを実践しても大抵の人がうまくいかなかった、効果が得られなかったというそうです。なぜ世間でよく言われている従来の方法がうまくいかないのか、ざっくり言うと、無意識の世界は表面意識の世界と反対の想念が生まれる双極的な性質を持っているから。実は試験でも試合でも仕事でも難しい課題にチャレンジするとき、絶対できる、必ず合格できる、間違いなく勝てると周囲に宣言すればするほど、無意識の世界では本当にできるだろうか、できないかもしれない、失敗したらどうしようという迷いや不安が生まれてしまいます。いくらポジティブな想念を表面意識の世界に焼き付けようとしても、かえって逆効果になるということは覚えておいてください。本書ではこれを踏まえて、無意識の世界をポジティブな想念で満たす実践的な技法について解説していますので、ぜひ本を手に取って一緒に実践していきましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは書籍を参考にしながら豊かな人生を築いていくための知識をまとめていきます。もしこの動画がためになった、一緒に人生を切り開いていこうと思っていただけましたら、チャンネル登録、いいねボタンお願いします。またこんな動画を作ってほしいなどリクエストがありましたら、コメントいただけると嬉しいです。それではまた。